ポニー3号ポニーとは、南日本放送が所有し、県内各地で活動している、ラジオカーの愛称である。一般的に、ポニー号と呼ばれている。1973年4月に、松下通信工業に発注される形で導入されたが、この時は、MBC ラジオカーと呼んでいたようで、まだ愛称がなかった。この時のラジオカーは、トヨタカローラ1400デラックスで、 ボンネットの部分に白く、MBC ラジオ1 1 1 0ヘルツと書かれていた。1976年12月に二号車導入の際に愛称が公募され、450件の応募の中から厳選され、現在のポニーに決まった。名前の由来は、動物のポニーのように、県内各地を巡ることに由来している。現在では、 MBC ラジオのマスコット的存在として、リスナーから親しまれている。上部が黄色で下部が、赤の車体が特徴となっていて、常に3台が MBC に常備している。1974年に活動を開始した時から、同じカラーリングであるため、一部の鹿児島県民には、ポニー号のカラーリングとしてある程度知られている。 ナンバープレートの一連指定番号はすべて MBC ラジオの周波数にちなんでおり11から07である出発レポートのみ担当ポニーメイツ2名全員の紹介をしそれ以外のコーナーは担当レポーターの名前のみの紹介であるモーニングスマイル二見鈴の土曜の朝は主なものをあげる記載されているものは活動当時のものウィキペディアに記事がないもので プロフィールのリンクをつけているものは現在は MBC タレントであることを表す。ありがとうございます。